コラボス、大阪五十山。パオ。おはようございます。皆さん、時刻は8時33分になりました。今日はここ、じゃん。近鉄は二条駅にやってまいりました。はい、今日はここからちょっと緩めのお楽しみプランです。お枝もどうぞ どうぞ枝も、今日は、はい、二条山に行きます。二条山に行きます。関西百名山でもあるので何回か行ってるんですけど、はい、大阪五十山として二条山に行きます。はい、そして二条山といえば何やそれ。あのかけそばか瓦そばですね。こうパリパリのところをちょっと楽しむというね。何回も映像に登場してきましたけどね。はい、ちょっと久しぶりなんで楽しみですね。はい、ビバ。それでは今日も元気に行ってみよう。行ってみよう。キロ。ね、うん。おお、見えとるでしょ、正面に。じゃん。二条山手軽に登れていいよね。瓦そば食べに行くついでに二条山に行くような感じ。そんな感じ、そんな感じ。前相撲館街も楽しかったよね、相撲会館。うん、相撲会館な。どすこい。おお、どすこい。ここでリュウジさんからすでに失敗したあのご報告があるそうです。失敗ない。ここは二条山駅、近鉄、そこ近鉄二条山駅。さっきのは近鉄二条駅、さっきスタートしたのは近鉄二条駅なんとリュウジさんはこの近鉄二条山駅スタートするつもりでさっきのとこ降り立ったらしいんですがなんと山がちゃうんですね、近鉄。なんとでも GPS 見てもおかしいな、駅のスタートがどこにもあれってなってようやく今スタート地点に前戻ってきました。時刻は8時50分になろうとしております。 OK 15分ぐらいのあれですかね、うん、余分に散歩した感じですね。はい、皆さんスタート地点間違わないように。二条神社口、二条山3つもあるからね、うん、いうことです。はい、あそこに書いてるぞ。大和高田バイパスを横断します。はい、まあまだ出発点を間違えたぐらいなんで全然気づかないですね。予定通り。ここに車止めていくはずかな。せやろな。はい。8時56分です。はい、登山口にやってきました。距離は 1.6 キロ。はい、二条駅からですよ言うとくけどこれな、ほんまは二条山駅やがな。ありがちなんですね。いや初めてやね、このコース。嬉しいね。いつもはこっちの方から行くんやろ。神社口から、ね、すごいやん。行ってみよう。一望できんねんて。はい、小岳まで 2.2 キロ。オープン。はい、どうぞ。はい、ありがとう。もう十分。いや、このコース初めてなんですけど、出だしからすごくね、歩きやすいいい道ついてますね。いつもの二条山がなんかちょっと違った山に感じて楽しいね。リュウジさんは上着を脱ぎました。あ、こっち小岳。ああ、こっち。これは何やね。知らん。だから展望がいいくて合流するとそういう系じゃん。なんか尾根っぽいやん。ほんまやな。なんかこんな広々してんねんな。びっくりするわ。なんか二条山のイメージが全然違う。
まあ、おだけって書いてるからこっちなんですよ、事務所ね。調子道みたいな。そうやね、そうやね、なんかすごいいい道よね、この辺とかなんかちょっとノルウェーかっていう雰囲気の。ノルウェー、ノルウェーの森。さっきの分岐の道はちょっとお回りですけど、景色が良さそうなんで分岐の道に行きたいと思いますが、これを無理くり行くと復帰できそうな雰囲気ありますね、ここに。あ、ここから行きそうや、こっちの方が流れかちゃん。はい、上の道に出たいと思います。そして我々はこうして迷うのです。あ、そうやね、おとなしくしか行くのってやつよな。絶対これやね。はい、出てきました。やっぱね、薄黒い谷間よりちょっとでも尾根に近いのがいいよね。足だ。もう一発入れた。なるほど、なんでやろ。なんでやろ言うとる。はい、分かれ道がたくさんあります。ねえ。こっちの階段とこっちと。多分高い方に行っても木立ちに囲まれてるからそんなね、切れてるやろうと思ってこっちに行ってみます。はい。何ルートっていうんやろなこれ。バリルートやろ。バリエーションコース。行けよ。コメントいるかな。結構アグレッシブな登りになる。標高205メートル。とっても爽やかな風が吹き抜ける尾根筋に出てきました。どうですか、リュウジさん、さゆいけ。ちょっと代わりに言うてみた。いつも行け言うて言われるか、ちょっと言うてみました。さゆいけ。いや、いい道やで、これ。あのすごい静かなね、登山が楽しめてね、ちょっと二条山のイメージが変わりました。ここにベンチがあるということはちょっとだけ展望ポイント。ちょっと小立ちありますけどね、ここにもベンチがあります。時刻は9時28分。はい、しかも銀峰って書いてる、かわいい。396メートル。はい、全然展望はないんですけど、銀峰なんやって感じ。からこっちへ行く道もあります。とにかく道がむっちゃついてて道がすごく多いですね、ここは。どっから登ってきてどっから行くねんって感じの上で、ほぼ道しるべはないです。ないね。はい、こっちかなみたいな。我々はとにかく上に向かって、ね、進んでます。そうそう、結構きついです。まだ交差点や。なんか山裾をぐるっと回れるようになってんのかな、 UTMF みたいに。ウルトラトレイルマウント2条。すごいベンチそうね。ここ来たことあるで。おう、はい、9時44分です。3.7キロ。おはようございます。
暑いですね。あれはもしや PL 出た。すごい眺めが良かったね。おお。記念写真撮ってもらえたんで嬉しかったですね。やりました、はい時刻は9時53分、距離は4キロ、1時間19分、大竹タッチちゃう何やそのアッチ大竹タッチこれ第33座、はい、大竹メダルだけで1座カウント、そう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 、あ、なるほど、じゃあ 33.5 座やな、32.5 座タッチ、はい、タッチ次は目だけです、はい、我々前迷ってこの裏からボコって出てきたことがありますねここかじゃここじゃん、なんやねんって言いながらもう戻ってきたらねいっぱい道あるんですよ、ちょっと紅葉しますね、うん、はい、じゃあ戻ります、あ、こっち右ですよ、あ、そうなんや、うん、はい、目だけを目指します、あ、目だけの方が広々してるよね、そうそうそう、はいはい、思いやすいだぞ、もうちょびっと紅葉してます、うん、え、こうやろ、うん、ないかにも見えそうな雰囲気の、時刻は10時2分になりました、はい、4.4 キロ、はい、馬乗せ、はい、到着です、ここにお手洗いが、はい、これは残り、はい、トイレ行こう、トイレ、はい、ここから階段が続きます、見えていた、何やそれ10時8分、距離は 4.7 キロ、目だけ、第33座、はい、目だけタッチ、じゃありました、気温はですね20度いくかいかへんかぐらい、うん、19.5 度ぐらい、へ、日当たりいいからね、うん、なんか平和の国って感じやな、ここ、うん、おー、桂木さん、ああ、基本って書いてるで、おお、あ、三島三角点やで、おお、奇跡的に見つかったな、三角点、意識したことあると、うん、10時17分、はい、はい、岩屋方面へおります、はい、リンゴで休憩しました、はい、今日は登山日和でもうちびっこでいっぱいですボーイスカウトやろ、竹の内峠、へえ、竹の内峠ですね、あ、大トレなんや、うん、じゃ行けよ、早う優先寺、
ね、雰囲気のあるお寺さん。ここまっすぐ行ってもいけんね、二条山。うんうんうん、いろんな道ついてますな、うん、これもうちょっと行ったらほら、うん、あの岩のコース、へんぽこさんたちが。あー、はいはい、あーはいはい、優先じゃ、あー思い出した思い出した、うん、こうピュッて上がんねんな。そうそうそう、はいはいはい、うん、お地蔵さんがあって。お地蔵さんあったかな。あったあった。あーなるほど、繋がりました。うん、これやったかな。あ、そう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 、これ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 。なんもないところな。あの、このほうきのこの道が始まった、うん、そうそう、これこれいや、懐かしいな、うん、美味しいとこか。いかんわてか、俺は変わらそば食べに行く。私だって練り天つけるビール飲む。10時58分、はい、距離は7キロ、無事計算。いや、本当にいい行楽日和やったね、今日は、うん、めっちゃ二条だ。めっちゃ二条。三茶商業高知県です。ねえ、はい、美味しそう、見るからね。天ぷらなんかもとかね、何でもできますからね。へ、うん、おすすめやっぱ黒ですかね。あのね、うん、同じような成分なんですけどもね、うん、黒い方はだいたいビタミン D が豊富やから、骨粗鬆症の予防になるって言いますよね。じゃあこっちで。白い方はね、あの同じような成分なんですけどね、結構テレビやるときはね、コラーゲンが強調される。コラーゲン。結構あの女子に向けてやるんですよ。ちょっとね、こんなふうに柔らかい。だから結構酢の物にしてもサラダにしても美味しいですよ。こっちはこうやってしっかりしてる、うん、これはね1時間ぐらいで戻る。こっちは10分で戻る。へぇ、 お鍋なんかやったら結構白い。キクラゲをゲットしました、うん、ドキドキやで。1000円使ったで。むっちゃ気を打った。3本ぐらい飲んだろうぜ。お疲れ。ここ最近で一番美味しいビールやな、これな。はい、練りていきました。ごぼう、玉ねぎ、枝豆、ごぼう、玉ねぎ、枝豆。それでは早速いただいてみたいと思います。もうね、匂いからして美味しそう、うん、じゃあ私枝豆好きなんで枝豆からいただきます。ね、私の子供の頃の練り天のイメージったらスーパーでカチカチに冷えたやつやったんやけど嫌いやったよね、みたいな。あ、冷たいやつやろ。これね、外側がカリッ、なんかふわっふわっ。どうぞ。ここの練り天が一番美味しいと思う、私。ごぼう、ごぼうです。うーん、
美味しいですか？ベルスね。じゃあ私もごぼういただいてみたいと思いますけど。もうちょっとね、エチミが入ってるのかな。ベルトコロンペジャーな。ベルジャーね。玉ねぎも行きたいと思います。うまくね。ちょっとビール入れたいやん。うん、これ一味の感じがうまいよ。めっちゃビール進むわ、うん、今日あの相撲会館も行かへんからね、うん、これ玉ねぎです、玉ねぎ玉ねぎの甘さがすごい衣にマッチして、ここに玉ねぎがね結構大きめに刻んだやつが入ってんのよ、うん、それぞれに衣に特徴があるから全然飽きずに食べれるね、うん、揚げたて超うま。もうビールなくなるよ。はい、河浦そばにプラス200円でもう一皿つけることができます。これはセットの練り天やったのが、具材を違うのをつけてくれとお願いしたところ、生姜、レンコン、味付けごぼう、味付けごぼう違うのかなちょっと分かんないですけど、試してみましょうね。では、あ、レンコンに興味ありますね。いただきます。おいしいけどごぼうの方が好き。うん、これ絶品。嬉しすぎる。ジャンボが来ました。これで 2.5 人前です。あ、もうな。美しい。大盛りの出汁入れはちょっと大きさが違う。うん、この出汁がちょっと多いらしいです。イエーイ、奪い取りました。で、あのパリパリがいい人は早めにここを広げとくのがポイントなんですね。あ、パリパリ言ってるの分かりますかね。ちっちゃくここパリ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 言ってます。早めに広げとく。いや、そうやる、そうやる、そうやる。これをちょっと肉減ってる。これ入れるんですよ。入れますか。はい、こうポチョンと。肉、麺が大盛りなんかな。うん、うん、なるほどなるほどって感じ。あ、でも結構あるよ、うん、では早速いただいてみたいと思います。あ、ちょっと楽しすぎる。すいませんね、ちょっと楽しすぎますよ。いただきます。このね、そばのね、食感とね、ほのかに香る緑茶の風味がね、うん、他ではやっぱり味わえない味、繁盛するみたいな、やっぱり理由があるよ。やっぱりボリューム感と温度、食感、この三位一体、これ全て満たしてる。で、この肉、この肉ね、これ下味がめっちゃついてんのよ。これを入れることによって、うん、うまさ 2×2 乗2乗うんまビバ牛肉。あ、リュウイさん、リュウイさんどうぞ。すいませんね、さっきバクバク食べてしまって。ヘビの生殺しでしたね。ヘビの生殺し。ちょっとパリパリしてるとこ取りました。ここパリ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 。うん、うまい。うまい。パリ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 。茶を感じるやろ、そばに茶を感じるよね。そばに茶を感じるんですよ、これ。そう、肉、この肉が染み渡るね、体にね。いやー、ここの河原そばは絶品です。はい、完食。こう亡くなって河原になった姿を見るのがこのまたおつなところよね。ほんまに河原に乗ってたんやっていうね。言うたらこの形状ってそばを乗せるには全く適してないやんか。ほんまの河原な。河原やで、熱っつやで、今熱感じるもん、うん、それ用のあれちゃうで別に。こんなんか河原って。そうやん、ここに組み合わせんやん、ここにガチャッとこう。何やろ、パッと見た時にうわ変わらーっていうのと、やっぱりこの保温性がすっごいいいよね。うん、もう今もまだ熱気感じるし。これはなくなりましたが、追加の練り天が間もなく来ます。はい、そしてもう一人前これを食べるらしいです。純吉さんはビールは2本、もう1本頼んでます。もう1本頼んでます。居酒屋状態になってきました。できました、キクラゲ店です。この黒いのがキクラゲですね。じゃあ早速。
黒蛇って珍しいな。でもさっきのおっちゃん言ってたよな、天ぷらにでもするとかな、うん、むちゃくちゃうまい。へえ。うん、むちゃくちゃうまい。揚げたての揚げたての練り天ってほんまこんな美味しいんかって思う。うまい。ちょっとかわいそうな幼少期を。うまい。練り天揚げたてマジうまい。チーズマヨ天。はい。ちょっとジャンクな感じで、うん、この揚げ天は練り天はポピュラーなやつなんですけど、うん、この上にマヨとチーズが乗ってる、うん、いただきます。あ、これね、もうね、みんな絶対好き。うーん、みんな絶対好きなやつ。ここにあの七味を乗せてもうまいと思うわ。うん、うん、これ食べてみるや、うん、後で食べるらしいですよ。うん、絶対間違いなく、うん、みんな好きなやつです。なんと、そしてまたさらにここからのセットなので練り天来ました。お、練り天天国、練り天天国。ビールとの相性は抜群、うん、もう酔っ払ってきました。これ登山より長いね、尺が。練り天天国、もうエチュード。見たことがなかった。はい、スイカの一人前が来ました、はい、正統派の一人前の量を逆に見たことがなかったので、うん、我々来たら常に二人前頼むんで、これが一人前の量ですね、うん、手のひらに対してこんな感じです。うん、もう若い女性の方でも食べやすい量ないんですね。うん、あ、来ました、すいません。はい、やります。 YouTube 上げちゃって大丈夫ですか。はい、入ります。はい、ありがとうございます。一人前の追加なんでお出汁は1個なのを確保したんですが、ほかほかなのを2個いただけました。嬉しいですね。ありがたいですね。お気遣いありがとうございます。でも薬味はこうして仲良く、はい、じいちゃんレモンもそこにあるからね、私もらったね、はい、じゃあ2回、あのね、パリパリが好きな方は早く広げてください。ソフトな食感も美味しいんで、ソフトな食感を楽しみたい方はあんまり広げずにここを楽しむのをお勧めします。私パリパリが好きなんで早めに全部広げます。これコツですね。そしてすかさずここからの、もう食うか、他どうすんねん。温めてくんちゃうんか。いやそしてからの、よう食べありますね。しかしあのね、かみしめるたびに鼻からお茶のいい香りが抜けるのよ。こういう食べ物って他にないねん。ほんまに美味しいじゃん。うまいな。エンドレスです。エンドレス。完食。2回目の河原完食です。なんか僕は申し訳ない感じするね。今度は2人前からスタートして追加1人前にしようという話ね。はい、滞在時間約1時間。おお、私らにしちゃ長いよね。居酒屋並みやんな。いやもうね、最高だった。マジ最高だった。美味しかったね、これ。熱い熱い。リュウさんどうでしたか。美味しかった。美味しかったね。何が一番美味しかったですかね。ごぼ天ですか。だし。だし。まさかのだし一番。っていうか飲んでるしね、2人前分、ね。飲んだ。私ちょっとさすがにちょっと残りましたけどね。あのちょっと甘めのだしがね美味しいよね。このレモンの酸味でね中和されて。とお肉。お肉ね、この甘辛く炊いたお肉との相性が抜群やったね。ごぼ天どっか行ったんですかね。ごぼ天絶賛したんで。ごぼ天大好き。ああ、酔うとるかな。あ、しきっぱらにビール、キンキンに冷えたビールが効きましたね。あの世の中のおっさんがどうしてこんなにビールを愛するのかがよく分かった気がしますね。カリッジュワッと口の中に広がる糖分とあの油分とビールの組み合わせが最高。なぜ結局2人で 3.5 人前か河原そばの、これ車よく来るんで気をつけてくださいね、酔うてる人。 3.5 人前河原そばの瓶ビール4本いったやろ。3本やろ。3本ほんま、うん、3本レシのものだから見るけど、あと見るけど、まあ大瓶3本の練り天が5皿ぐらいいったよな。練り天5皿。河原そば3人前。ああ、いやもうね、最高最高でした。大間寺駅に向かって帰ります。はい、はい、ウィッグウィッグ
二条山、さらば二条山。あ、そう、二条山。もう二条山おまけ。